皆さんこんにちは、ピースケです。今回この動画では1週間ほど前に行った消しゴムランキングの結果発表を行っていきたいと思います。コメントをたくさんいただきありがとうございました。消しゴムランキングの上位5種類を発表するんですけども、上位の3種類については気になったコメントも発表していきたいと思います。こちらの消しゴムランキングなんですけども、あくまでコメントを合計したものなので、やはりご自身が気に入っている消しゴムを使われるのが一番いいかと思います。参考程度にこの動画は楽しんでいただければなと思います。それでは発表していきます。はい、5位なんですけども、シードのレーダーですね。特徴といたしましては、いろんなサイトで見たんですけども、割と消しゴムが硬いというレビューが多かったですね。また少し固めなので型崩れもしなくて消しやすいっていうコメントなどもたくさんございました。こちらの消しゴムランキングをやる前にも、こちらのレーダーの消しゴムについてはたびたびコメントをいただいておりましたので、割とくろうと好みの消しゴムなのかなと思います。第4位はダブルエアインですね。ピースケ的には小学校時代にこちらのダブルエアインは使っていたんですけども、モノ消しゴムと比べてとても折れづらい印象がありました。その他に消しカスが少なかったりですとか、適度な硬さがあるので非常に消しやすいというレビューがいくつか見られました。こちらのいつも角で消す感触というキャッチコピーがいつも頭の中に残っていた印象があります。はい、続いてここからは第3位ですね。投票総数が15票で、うち5票がこちらの黒のモノ消しゴムでした。第3位ですので、気になったコメントもご覧になってみてください。はい、ということで視聴者様の気になったコメントをいくつか記載したんですけども、少し気になった言い回しが真ん中の2つのコメントなんですけども、なんやかんやでとか、なんだかんだでっていうことなので、割と昔から使い続けてる方がたくさんいらっしゃるのかなという印象を受けました。もちろんベストセラーですので消しやすいですし、安心感もありますよね。消しゴムがこれほどたくさん出る前っていうのは、こちらのモノ消しゴムに関しては消えやすいんだけども折れやすいというようなデメリットがありましたので、その辺が気になっていたんですけども、やはり昔からのロングセラーということで第3位に入りました。はい、続いて第2位ですね。桜クレパスのアーチなんですけども、投票総数が21票、うち1票がこちらの黒いアーチですね。ということで合計21票となりました。気になったコメントについてはこちらです。気になったコメントは2つだったんですけども、こちらのピピリリコさんなんかっていうのはすごい面白いコメントでしたね。なんか随分勢いに押されちゃったと言いますか、とても面白いコメントだったのでこちらに載せてみました。モノを使っていた時はもげてもげてっていうことだったんですけども、アーチはもげないので死んじゃうということですね。こういうコメント非常に面白いですね。続いて歌音さんなんですけども、アインとかアーチは消しやすいってことですね。ここ最近ですと100円ショップのセリアなどでこちらのアーチも取り扱われるようになっておりまして、割と目にする機会が増えてきたんじゃないかなと思います。はい、ということでナンバーワンに輝いたのはこちらのコクヨのリサーレですね。投票総数が52票ということで圧倒的でしたね。コメント欄をバーッと見ていただけでもパッと見わかるくらいのコメントの多さだったんですけども、まず気になったコメントはこちらですね。カラーバリエーションが非常に豊富で、軽く消しても消しやすいってことなんですけども、一方で消しゴムの減りがかなり早いというコメントがいくつか見られました。一昔前ですとモノ消しゴムが一番人気で、折れてしまうのがデメリットだったんですけども、こちらのリサーレに関しては消す機能は非常に高いんですが、こちらの表には記載されていないんですけども、消しゴムの減りが早いということがこちらの唯一のデメリットなのかなと思います。それでは最後に順番に消していきたいと思います。まずはシードのレーダーですね。続いてプラスのダブルエアインですね。トンボのモノ、桜クレパスのアーチ、最後が黒曜のリサーレですね。大体同じくらいの力で消したんですけども、それぞれの消しゴムの減りにはかなり違いがありますね。レビューで多い通り、黒曜のリサーレに関してはかなり消しゴムの減りが早い印象ですね。消しゴムが割と固めなシードなんかは減りがほとんどなくてですね、同じ力で消してるにもかかわらず消しゴムの減りっていうのはかなり大きな違いが見られました。この上位5種の中では割とダブルエアインが好きな部類かもしれないですね。消しやすいですし、消しゴムも固めなので減りが早いリサーレなどと比べますと長く使えそうな印象を受けました。はい、ということでこの動画は以上になります。
ご自身が使われている消しゴムで上位にランクされた消しゴムはこの中に含まれていたでしょうか。学生の方はこれから中間テストなども始まりますし、新学期もまだまだ始まったばかりですので、この辺で消しゴムを変えられても楽しいかと思います。少しでもこちらのランキングが参考になると幸いです。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。